自分らしくいるためにすることは、とにかく自分のなんか、思ってることとかも全部言いたいし、まあなんか包み隠さず自分をさらけ出すことですかね。自分の考えっていうものはしっかり持って主張できた方がいいなと思いますね。今の自分を変えたいという工夫はありません。自分らしくいるために努力していることは、自分に素直になること。役者としてやっていく上で、その作品にメッセージ性があったりするんだったら、そういうものはしっかり世の中というか世間の皆さんには伝えたいなと思いますし、アーティストとして自分を解放するときは、歌を歌っていろんな自分を演じることが解放につながるのかなって思います。自分自身だと恥ずかしいとかそういう思いが出てきちゃうんで、役に没頭するというか、その自分を捨てるみたいなところが一番大きいですね。勝ち負けとかではないとは思うんですけど、負けたくはないですし、いろんな方に認められるような人にはなりたいなと思ってます。こうアーティストとして何かそれを表現として発信できたらいいなって思っています。